ビランズは2019年のアメリカ合衆国のホラーコメディ映画。監督はダンバークとロバート・オルセン。出演はウィル・スカルスガルドとマイカ・モンローなど。忍び込んだ家の夫婦がサイコパスだと知った逃亡中の強盗カップルを描いている。本作は日本国内で劇場公開されなかったが、2020年4月29日にデジタル配信された。 ミッキーとジュールスのカップルは強盗をたびたび言っていた。そんなある日、二人は逃走中に自動車がガスケになるという事態に見舞われた。二人は近くの家に自動車があることを確認し、それを盗み出そうとしたが、運悪く、そこに暮らす夫婦に見つかってしまった。しかも、その夫婦はある秘密を抱えており、それを隠すためなら殺人をも厭わない狂人だったのである。 本作の脚本は2016年のブラックリスト入りを果たしていた。2018年3月8日、ビル・スカルスガルドとマイカ・モンローが本作に出演するとの報道があった。21日、キーラ・セジウィックとジェフリー・ド・ノバンがキャスト入りした。同年の春、本作の主要撮影が行われた。2019年1月3日、アンドリュー・ヒューイットが本作で使用される楽曲を 手掛けることになったと報じられた。2019年3月9日、本作はサウスバイサウスウェストでプレミア上映された。4月18日、ガンパウダースカイが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。8月22日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作は批評家から好意的に評価されている。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには65件のレビューがあり、批評家支持率は85%、平均点は10点満点で7.06点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は俳優4人の見事な演技のおかげで、ヴィランズはホラー映画ファンに鋭いネタを盛り込んだダークなスリラー作品を提供できている。となっている。また、 メトクリティックには13件のレビューがあり、荷重平均値は63、100となっている。ありがとうございます。